こんにちは、花山さん。緊急事態宣言、広島、そして岡山、私たちのね、地区にも発生されました。で、飲食店のね、予約を私ね、しようかと思って、昨日電話したんですけども、やっぱり緊急事態宣言の関係で、お店の営業はするんだけども、酒類の提供はできないし、あとね、仕入れがものすごく不安定になるんで、6月以降にされたらどうですかっていうふうにお勧めいただきましたね。まあ、個室専門の高級店だったんですけども、ここまでね、配慮した提案をしてくださって、非常にありがたいなと思いましたんで、6月に延期することにはしました。それでですね、前回の動画で花山さんね、前振りはここまでなんですけども、速稼塾の真似をしただけなんだよっていうふうに言ってくださいました。まあ、そういう面もあるでしょうし、花山さんオリジナルのところもあると思います。いや、本当に、ね、参考にしていただいて恐縮なばかりでございますけども、私もこうやってね、速稼塾の活動を8年続けてきますと、自分の昔やったことをね、やっぱりこう真似することもあるんですよね。奇妙なもんですけども、もともと私がスタートした時も完全なる丸くパクリだったんですよ。ネオヒルズっていうのが当時流行ってましたね。そこでのスキームをそのまんまコピーしたんですよ。それこそね、ネオヒルズのコンテンツを1話送られるごとに、それと全く同じ動画を私の方から発信するというね、本当にこの丸コピーぶりでございました。本当に丸々コピーで丸々パクリなんで、ネオヒルズの方からもね、広島またパクリやみたいな感じでね、言われたもんですけども、それある意味ね、すごく褒めてくれたっていう感じですよね。だから成功例に学ぶ、成功例を目にしたら1秒でも早く学ぶっていうのが非常に重要なんですよ。これタイムラグがあればあるほどその成功率は弱まっていくんですよね。で、また話緊急事態に戻りますけども、どうですかね、この緊急事態宣言発せられて花山さんの暮らしは大きく変わりそうですかね。例えば出勤が制限されたりとか、売上が下がったりとかね、それからお客様視聴者さんとのこうミーティングができなくなったりとか、いろいろあると思うんですけども、どうでしょうかね。私個人としては特に何の影響もないばかりか、なんかね、世の中が不安であればあるほど、もしくは仕事に対して不安定さを感じれば感じるほど、こうやった一人で稼ぐ方法っていうのはね、やっぱこう見直されたり注目されるんですよね。で、特に最近は私がずっとね、肝入りでやっていた暗号通貨、体のエイダとかね、それから最近のイーサリアム、こちらの価格がぐっと上がってきて、ずっと前からね、ベンチマークして発信して、私には問い合わせがね、よく来るんですよ。問い合わせの内容は2つです。久保さんの言う通り買っててよかったってことと、もう1つはこれからも上がりますか、これからも何を買えばいいんでしょうかってことですよね。これに関しましては、自分で判断できないんだったらやらない方がいいっていう前提をもとにね、4つの投資に対する考え方を申し上げてるんですよ。それは、いつまでにね、どのぐらいの利益が欲しいのかっていう2つの条件と、いくらまでだったら投資に向かわせる余剰資金があるのかってことと、どれだけの損失だったら確保できるのかってことですよね。この4つがやっぱりあれば、大こけすることはないかなってところで、全ての行動に私こういうふうにね、リスクヘッジとルールを設けてるんですよ。このリスクヘッジとルールっていうのは、今まで私が痛い目を見てきたからこそできたものなんですよね。ですんで、せっかく私が痛い目を見て覚えてきたのに、これを無視すると私と同じように痛い目を見る可能性が結構あるんですよね。で、もう一つ大きな条件があって、それはですね、投資活動の前にビジネスを成立させろってことなんですよ。要するに、ビジネスで毎日のように余剰資金を作れるような能力ができたら、その余剰資金でもって投資に行けばいいけど、で、爪の火を灯すようにね、稼いだお金で投資やっちゃうと、投資ってのはね、パーになる可能性が高いんですよ。じゃないと投資ってものがね、成り立たないですから。で、投資ってのはビジネスほど甘くないんですよね。一瞬でなくなったりとか、ちょっとしたルールの見落としとか、それから情勢の変化っていうので、理不尽にお金が失われていくのが投資です。で、その後の責任は誰も持ってくれません。自分で被るしかないんですよ。当たり前のことですけどね。でも、ビジネスっていうのは、ある意味、販売者側と、それを買い取る側、消費者がいますから、誤解によって、例えばクレームが起きても、誤解を解く方法もあったりとか、それから問い合わせに対してね、クレームの問い合わせに対して、さらに高い商品が売れていくってこともあるんですよ。それはもう対応次第です。こういうふうに対応力ってものに対しては、トラブルが起きた後に、効力を発揮することもありますので、ビジネスっていうのはね、最も勇気を持って取り組めるものじゃないかなと思うんですよ。
すごく自信を持ってやっていけるものだと思います。特に情報発信ビジネスとか YouTube を通じてのビジネスってリスクがないんですよね。金銭的にマイナスになることはないですから。ですのでやっぱりこういった YouTube 活動を通じてビジネスを成立させて、そして売り上げが上げていく、これをコツコツ繰り返すことによってだんだん自分のね、収入の変化っていうのを見込んでいくわけですよね。で、自分の生活費以上に収入が上がったとき、売り上げが上がったときに、これを余剰資金というわけなんですよ。この余剰資金っていうのは、例えば生活費に20万かかるとして、売り上げが30万なら10万円の余剰資金ですよね。で、その10万円の間で、投資活動なり何なりをしていくと。そしてゼロになっても、次の月にはまたね、10万円の余剰資金が戻ってきますから、ちょっとの辛抱でいいわけですよ。で、これがですね、売り上げが50万、100万と上がってくると、余剰資金の幅が大きくなるんで、ちょっとやそっとの投資活動の失敗じゃこけないようになってくるんですよ。要するに投資の世界でテストマーケティングができるんですよね。10万円を10回失敗しても10トライしても100万円の損失で済むわけですよ。そして来月になったらその100万円はまた補充されるわけですから、こうやってビジネスが上手な人っていうのは投資もだんだん上手になっていくってことです。だから基本的にはビジネスがダメなのに投資が上手になるってことはないんですよね。まあ、こういったこともありますんで、必ずしもまあこの私のような隠居暮らしが楽なものではありません。特に私は、最初から始めてね、5年ぐらいかけて隠居になったわけですよ。ですんでこの動画を見て隠居生活を送りたいなと思ったら、まずは5年は覚悟しないといけないかなと思います。その5年の間にアフィリエーターとしてトップの座を君臨してですね、速稼塾という県内随一の組織体を持つに至って、で毎日のようにセミナーをやると、まあ、この下積みっていうのはまあ当然あるんじゃないかなと思うんですよ。これをすっ飛ばしてはばかりながらね、私以上に楽をして私と同じところに並ぼうっていうのはまあ甘い考えだと思った方がいいです。私ですらね、運に支えられてここまで来ましたんで、自分には運がないと思っているんだったらもっともっと努力をしないといけないし、経験を積まないといけないし、ある意味痛い目を見ていかないといけないのかなと思いますよね。ということで今日はね、自分のことをちょっと話させてもらいました。今回以上にしましょうかね。緊急事態宣言の宣言下になりますけども、花山さんいかがお過ごしでしょうか。それでは失礼します。